とティミー、皆さんこんばんは。北陸アイドル部のキャプテン美脚姫こと松井ゆかりと、はい、北陸アイドル部のクリスタルボイス、せいちゃんこと奥村せいかです。はい、今日はですね5月23日、はい、なんと何の日か知ってる、せいちゃん？ねえ、わかんないです。なんとですか？世界亀の日らしいんですよ、うん、わー、素晴らしい日。せいちゃんお家で飼ってる亀の名前なんだっけ？酢飯、はい、です。大事にしてる？大事です、とっても。亀、ね、ってあの甲羅干しするために、うん、甲羅干し、甲羅あるじゃないですか、うん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 、甲羅干ししたらその甲羅があの脱皮して、うん、その甲羅大きくなるんですけど、でその石をちょっと今までちっちゃいの使ってたんですよ、うんうん、でも脱皮用の石？そう、あの甲羅干し用の石です。その石を、うん、あのちょっと大きくしました、うん、イエーイさあ CM の後、北陸アイドル部のメンバーがお部屋の整理整頓術を披露してくれます。心配なんですけど大丈夫ですかね？大丈夫かな、お楽しみにそれでは北陸アイドル部のメンバーによるお部屋の整理整頓術です。それではどうぞ。あっちゃす、はい、おっとりマイペース、あっちゃすこと山本彩です。お部屋感すごい。お部屋の整理整頓のこだわりということで、じゃーん、あっちゃすはこんな感じで紐にクリップをつけて、それに帽子を挟んで、お部屋にあるときはインテリアとして飾ってあります。そして帽子以外にもドライフラワーとかポストカード、あとはキーホルダーとかも一緒に飾るととても雰囲気が出るのでおすすめです。はい、皆さんこんにちは、ハスキーボイスのオタクっ子ゆいぴこと木村ゆいです。はい、今日は私がお部屋の中で整理整頓こだわっている部分を紹介したいと思います。コスメ道具の収納ですね。ここに化粧水とかファンデーションとか入れてます。こっちは下地ですね。はい、あとはこちらに特にお気に入りのリップとか、よく使う香水とかを並べて飾ってます。以上、ハスキーボイスのオタクっ子ゆいぴこと木村ゆいでした。ね、せいちゃんもさ結構整理整頓得意じゃん、うん、あ、まあ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 、まあ、メンバーのお部屋掃除してあげたりするんですよ。そう、なんかさ、その時のコツとかさ、ちょっとこだわりとかないの？うん、あのなんか床となんか壁にちょっとした段、うん、なんか段差ってあるじゃないですか。あ、わかるよ。そこをあのちょっと濡らした綿棒で変えてるんですよ。地味じゃない？もう地味なんですけど、うん、もうなんかちょっと気の済むまでやってます。うん、いや、素晴らしい。いやいやいや。歌も歌えてお掃除もできる素敵なアイドルですね。いやいやいや、あらららあらららら、ちょっと。来週は北陸アイドル部の新曲プレゼン大会です。いや、この中からもしかしたら本当に来年とか今年中にリリースされる新曲が生まれるかもしれません。楽しみね。楽しみです。はい、ということで今月5月14日にリリースされた北陸アイドル部の3周年記念感謝祭のライブ DVD の模様を少しお見せしちゃいます。また来週、バイバーイ。バイバーイ。